はい、どうも、楽しいうちご飯の時間ですよ。今日はですね、今日のはですね、こちらでございます。一平ちゃん夜店の焼きそばバター醤油。一平ちゃん夜店の焼きそばバター醤油。焦がしバターと醤油が香るマヨビーム。細い、綺麗、楽しいバター風味マヨ、特製マヨです。ソースはかけてあります。ソースはかけてあります。混ぜます。ソースはかけてあるので混ぜます。あとふりかけと、うわ、あ、もうバターの香りがすごい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 、バターの香りすごいです。今から混ぜ終わった後でふりかけとマヨネーズ、マヨビームはそうします。あ、またそういうの終わっちゃうんだな。混ぜ終わった後でやります。それは、うわ、すっごい歯ごしらえ、バターの香りすごい、いや、すごいな、バターの香りがすごいな。あ、いつも通りあれです、3分のところを1分半から2分ぐらいでやってます。そうしました。すごいな、すごいね。はい、そうしましたら特製マヨですね。特製マヨを、あ、や、細い綺麗楽しい。あ、確かにね。せっかく切れてるのにぐしゃぐしゃ出してますよ、僕は。あ、美味しいじゃないのよ。美味しいじゃないのよ。んで、持ってふりかけをファサッと、はい、かけましたよ。あ、ふりかけもいい香りします。はい、ふりかけもいい香りします。チュクチューと、はい、よろしいでしょうか。はい、いただきます。いただきます。バターの香りがす、あ、すっごい枕、バターの香りがすごいわ、ほんとすごい。バターっちゅうのはやっぱいいな。ん？大丈夫ですか？大丈夫かな？メガネ、メモ、あれも、うん。
一平ちゃん夜店の焼きそばバター醤油味、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。はい、どうも。はい、お知らせの時間ですよ。お知らせの時間でございます。たったた探検組合さんがお送りする春夏コレクション演劇舞台です。某日改正我告白せり、某日改正我告白せり、こうやって言いながら花をごまかして書きました。5月の15日から5月の19日まで中野のザ・ポケットというところでやります。駅からもう歩いて10分ぐらいでしょうか。10分もかかんないかもしれない。そんな遠いところじゃありません。とってもいい劇場です。ここには書いてないかな。駅何分とかは書いてないかな。7分、10分かかんないね。やっぱ7分ですね。ここに書いてますね。非常に行きやすい、難しい道でこんがらがっちゃうなっていうようなことではない、とても行きやすい劇場さんです。素敵なところでザ・ポケットでやります。5月の15から19日までです。19日までです。何回も何回もいつもご説明させていただいてますけれども、15日は交流会微妙です。19日の方、こっちの方は交流会絶対できません。16、17、18の夜の会の後、ね、16、17、18の交流会、やります。交流会やります。劇団公式の交流会についてはまだ発表になっておりませんけれども、どうなるかというのはまだ正式には僕は聞いてませんけれども、動画のこの下の説明欄にあるご予約はこちらからと、この説明欄にあるご予約はこちらからっていうので予約していただく際に備考欄に交流会希望と、交流会希望ですよと書いていただければ最悪木島だけでも対応いたします。木島だけでも交流会対応いたしますので、他のもしかしたら他の出演者の方も、あ、じゃあ私も行くわと、俺も行くよと、俺も行っちゃおうかなと、私も行っちゃっていいのかなみたいな感じになるかもしれませんけど、それはまだ分かりません。ただ最悪でも木島、誰も来ないじゃなくて木島、交流会やりますので、希望ってあればね、希望ってあれば16、17、18のこの夜の会の終わった後であれば交流会やりますので、ご希望の方はぜひ交流会希望と備考欄の方にご記入のほどよろしくお願いしますというか、ご記入ですよ、ご記入、もう記入ですよ、書くんです、書くっていうかもう打つんです。そういうふうにしていただければなというふうに思います。16、17、18の夜の会ね。15はちょっと微妙、初日打ち上げっていうのでスタッフさんたちとだけっていうのになる可能性もあるのでまだ分かんないです。スタッフさんたち、出演者たち、いわゆる関係者たちだけっていうふうになるかもしれないから分かんないです。で19日はバラ、セットっていうかこういろいろあるでしょ、あれをねこうやってバラバラにして運んだりとか、こうやって巻いたりとか、パンチなんていうの、下に布みたいなの引いてあって、それをこうやってやったりとか、まああるんです。いろんな作業がたくさんあるんです。その楽屋に置いてあったああいうのを全部こうやって片付けて運んだりとか、最後掃除して、まあいろんなのがあるんです。でこれでまたちょっと交流会はできないです。10巻も全然できないです。で15、19もダメだとして、なのでこの3日間なんです。16、17、18なんです。そういうことなんです。ご理解ください。で、はい、17、18、19の星の会、ちびっこウェルカムステージです。ちっちゃいお子さんがいても、泣いちゃうようなお子さんがいても、途中で帰りたいって叫んじゃうような奥さんじゃない奥さんが叫んだらねいやでもそれもまあこの日だったら大丈夫ですよね。奥さんが見てる最中に旦那さんと二人で来て帰りたいって叫んだらそれ大変だね。大変だけど多分この回だったら大丈夫ですよ。17、18、19のこの星のマークがついてるお昼の回であれば大丈夫です。そういうような泣いちゃったりとか叫んじゃったりとか大興奮して発狂というかね、まあそういう風になっちゃうようなちびっ子が来ても大丈夫、周りのお客さんは許してくださるっていう回ですので、そういう可能性があるちびっ子、またはまあいいや、そういうことです
この時目指して遊びに来てください。でちびっ子は終わった後ゲームしたい、ゲームしたりお楽しみ会みたいなので、簡単に言うとお楽しみ会みたいなやつだよ。それをやってお土産もらって帰れますんで、もうそれがあるから行きたいんだ、僕はそれがあるから行きたいんだっつって、もう喜んでくるようなちびっ子もね、もうたくさんいる。もうそういう子たちがもう大人になってるって子たちもいるっていうのを聞きます。そうそう、僕の甥っ子なんかも喜んでワイ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 ってやってたけど、もう高校生にもなってさすがに参加はしなくなって、でも妹が参加してるのをそれ見て喜んで座って見てるっていうのもあります。そういうのもあります なのでね、その普段子供が小さいからってなかなか行けない方々はこの星のマーク目指して遊びに来ていただければと思います。話の内容はさっき言ったっけ、中学生たちがたくさん出てくる、ワイワイガヤガヤしてもう楽しいこといっぱい、楽しいことだらけ、そしてもう楽しいことだらけの中にもじんときてあったかい気持ちになって、あ、いい日だった、今日はいい一日になった、ぐっすり寝れるなっていう日になると思います。もうそれだけは、ぐっすり寝てください。帰ったらもう朝まで飲もうとか、もうずっともう家に帰ってゲームしようとか、ゲームしてもいいですけど、その後はぐっすり眠ってください。舞台見に、このたったた探検組合さんの春夏コレクション、中野であるザ・ポケットである15から19日、これ見に来て楽しんでね、交流会で脇島と乾杯乾杯乾杯して、したくない人はもういいです、しなくてもいいですけど、その後帰ってぐっすり寝てください。そうしてください。この舞台のご予約はこちらからっていうのをこの動画の下説明欄にリンク貼り付けておきますんで、そちらからご予約の方よろしくお願いします。皆様にお会いできるのを木島楽しみにお待ちしております。よろしくお願いします。それでは。